ちゃこんにちは。さあもう今年はプロ野球もシーズンも終わって、はい、蓋を開けてみるとベイスターズの下克上ということで、日本一ということになりましたが、2つの貯金が42個の貯金を破ったというね言われてますよね。ただこのシステムにちょっと物申すというふうになったのが、はい、高田さん、高田茂さんということで、はいはい、これはねちょっと不利なんじゃないかと、このゲーム差で優勝されてしまうと、優勝したねソフトバンクに対しても。でもさ、はい、言えばルールにのっとって優勝したわけだから、何の文句があるんだよっていう、そうなんです、話だよ。確かにこれはね、理不尽なことは感じるよ、みんなね、はい、うん、なんで3位なのに日本一なんだみたいな。そう、もうそもそもそうですよね。そもそもそうですよ、はい、うん、だけどそれはルールにのっとって優勝勝ち得たんだから、うん、何の文句があるんだよっていう。そうなんですよね、うん、これあれ沢村賞の選考の後に、はい、選考委員会の一人でもある高田茂氏からある提言というか提案があったということなんですけれども、はいはい、ファイナルステージで優勝チームと勝ち上がりチームが5ゲーム差以上ある場合のアドバンテージの見直しを提言ということで、はい、現状ではゲーム差にかかわらず優勝チームに1勝しかアドバンテージが与えられていない、これちょっと不利なんじゃないかと。ちょっと待って、はい、勝負やる時点で1勝のアドバンテージなんかもともとおかしいんだから。そうですよね、だって勝負してるんだろ、なんで一生のアドバンテージがあるんだよみたいな。確かにそう、だから戦い抜いて勝ち上がってくる必要もないチームなんだろうみたいな、はい、それからなんで一生のアドバンテージがあるんだって、うん、それこそ理不尽なのにさ。確かに、まあ、さらに理不尽なことになってしまったってことですよね、はい、まあ、日本シリーズもソフトバンクを破って日本一に輝いた DeNA が2位阪神と 3.5 ゲーム差、首位巨人とは8ゲーム差もあったことから、2勝のアドバンテージを出すべきじゃないかと意見したということです。もうそしたらもうやめろ、もう CS 自体もね、もうねもうクライマックスやめた方がいいよってなっちゃうんですよ、ね、そんなんだったら2勝してまた3位のやつが上行ったら、上行ったら今度は3勝にしろってそう、もうね、こんなんね、もうね、もう愚の骨頂だって確かに、ね、そんなこと言ったら何の面白みも何にもないよ、ね、じゃあ1位を優勝にさしたいんだったら、うん、もう1位同士がやらいいじゃないかっていう話やんね。クライマックスをなくすっていう、まあ、元に戻すっていう、俺はそれよりも日程をもっと詰めた方がいいと思うよ、うん、まあ、そこですよね、やっぱり、うん、そんなね、だら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 ね、間隔空けてやったらまたローテーションピッチャーが頭にくるとエースが、うん、そういうローテーションじゃなくてもうくっつけちゃえって、もうタイトにしちゃえばいいんですよね。タイトにすればいいんだよ。タイトにしたら、うん、やっぱりね、下から戦ってくる方が不利になるよ、ピッチャーの扱いとかが、はい、だからそれを考えると、もうそういうことを言うんだったらクライマックスやめた方がいいし、うん、そう、元も子もないんですよね。元も子もない、もうね、終わったらすぐやればいいんだよ、確かに、クライマックスシリーズを、うん、これは結構ファンの方意見いろいろあるんですけれども、例えばその2勝のアドバンテージ、そんなことするならクライマックスやめてしまえばいいよと、そうだろ、だったりとか、じゃあそもそも何のためのクライマックスなんだろうかと、リーグ優勝するくらい強いチームなんだから1勝のアドバンテージと全試合ホームゲームで十分でしょという声もあるし、もちろん逆の意見も、 CS 廃止はやりすぎだけど5ゲーム以上差があったらアドバンテージもう1勝ぐらいあってもいいっていうのは、まあちょっと思いますけれどもねぐらいな弱い意見とか、まあまあまあいろんな意見が出された、まあいろんな意見は持ってるよね、みんな、はい、ただやっぱ勝負をやってきた人間として、うん、2勝のアドバンテージもうそれだったらやんねえよってそうです、ね、まあ、勝手にやっとけっていうような感じだよ、うん、いや、そう思うよ、俺は。そうですね。ただし、そのホームゲームは2勝するんだったら、うん、ね、2試合を3位のチームの本拠地でやれって。うん、あー、なるほど。いや、収益だから。あ、そうですね。そうそうそう。それは収益ですね。それさ、クライマックスで1位になった権利っていうのは、うん、1勝プラスホームゲームで、うん、全試合できるっていうアドバンテージがもうあるわけだし、はい、その金額的にも全部収入は、まあ、今年の場合だったら DeNA と巨人、はい、フル戦戦ったよね、はい、フル戦戦った全部の収入は巨人に行くわけだから、はい、ね、うん、それ考えると何のアドバンテージ2勝のアドバンテージでふざけんなよってなっちゃいますよね。なっちゃうよ。それだったら2試合分こっちでやってくれよって、それだったらやってやるよっていうような感じだと思うよ。確かに。でそういうこともできないくせにさ、うん、2勝のアドバンテージそんな知らねえよって、うん、なんかもやっとしますね、もやっとするよ。そうですよね、うん、
そしたらもう何ゲーム差以内で必死に戦うの。やだ。それもおかしな話ですよ ね、 もうね。そういう考え方を持つんだったら、うん、もうねクライマックスやめた方がいい。そうですよね、うん、でも本当クライマックスあることによってもちろんそれが NPB だったり各球団の収益、ひいてはその選手たちの、 その年俸だったりとか、あと球団の関係者の方々のもちろんその収入というかアップになるし、我々野球ファンもそれだけ長い間やっぱりね、今年なんて本当に面白かったと思いますし、野球を楽しめるっていうのも、あと消化ゲームがなくなるっていうこともあるので、 CS の意義っていうのはもちろんやっぱりあると思いますし、まあ、盛り上がるよね。盛り上がります、うん、野球を本当一日でも長く見られるっていう楽しみはありますし、やっぱり時に下克上なんてあったらやっぱりストーリーありますしね。まあ、でも優勝してさ、うん、日本シリーズ出れないと、うん、42個あって、うん、2のチームに負けるって、うん、もうね優勝したチームはこのシーズンは何だったのかなと思うよね。まあそうですね、思うんだったらもうこのね、うん、システムはやめた方がいい、うん、でもその逆パターンも十分あるんですもんね。例えば巨人が例えば3位になってそこからまあいやそれはあるよ。そうですよね、まあ、元来そこまでね強くて優勝したんだったら、うん、日本シーズンに出て勝たなきゃいけない、うんでもやっぱ周期的なものを俺はものすごく今シーズンは感じたし、確かに、ね、もう日程詰めとけばどうなったのかなっていうのがね、うん、まああるしね。あれ結局まあシーズンのその雨で中止になった分の予備日の分がちょっとあるからっていうことなんでしょうね。だからね、もうその日程詰めるためには、うん、やっぱこう移動日とかもう関係なく、うんうんうんはい、やっぱしんどいかもわからないけどやっとかないと試合感なくなりますよ、ね、試合感なくなるっていうか、うん、まあ、こういうクライマックスでもう終わらないチームがあるから先延ばしにしてるでしょ、うん、そうじゃなくてもうダブルヘッダーとかもさせなきゃいかんよ。あ、そうですよね。そしてもうやらせなきゃいけないし、うん、で日程もうちょっと詰めないとさ、うん、間延びする。やっぱねもうヘトヘトだったと思うよ DeNA は、はい、だけどそこ勝ち上がれたっていうのはやっぱ日程的なことと雨中があってやっぱ1日伸びたっていうこともあるし、うん、だからそういうところで日程も味方につけたというかさ、はい、まあそういうことになったよね。そうですね、うん、だってさおかしくない、優勝したチームがさフェニックス行って2軍の試合出て調整してましたとかそんなに開けてどうすんだっていう感じがするよ、うん、そうですよね。ダブルヘッダーあってもいいから詰めるべきですよね、まあ、ちょっともうクライマックスのファーストステージ終わったら、うん、もう翌日にはファイナルステージに入りますみたいな、うんはい、日程つけとけば、うん、2勝のアドバンテージなんかいらないよ。そうですね、だってピッチャーが最初に投げたエース級は、ね、無理ですもん、ね、無理なんだ、うん、だからそういうふうに考えられないかなと思う。そうですね、これは、ね、NPB 側が何かまた新しいこうものを考えて日程をこれはねまたねチケット販売 で、はい、でどこが勝ち抜いてくるかによって変わってくるから、そこのその販売のことも考えてやってるのか。だからなかなか日程を空けないと、売る時間がないとさ困る。確かに売りたいでしょうしね、もちろんギリギリまで。だからもうセット販売でいいよな、どっちが勝ち上がっても買わないと売らないみたいな。もうこうなったらね、こうなったら、うん、その代わり、うん、どちらが勝ち上がっても値段は一緒だよっていうようなことを、うん、そしたらもう行かないとかガラガラだったりそんな寂しいそんなことになっちゃうんですね、うん、そっか。ただね、日本も今143試合ですけど、ちょっと試合数も今後増やしていこうなんていう風な動きも出てるので、やっぱり日程のことは考えないと。日程は相当詰めなきゃいけないし、うん、やっぱ雨季があるからね日本はね。そうなんですよね、うん、だからまあそこら辺での日程をどうするのかとか、うん、本当ね詰め詰めでやらなきゃダメだよ。昔はダブルヘッダーとかありましたよね、まあ、あったけどよっぽどだったけどな、うん、クライマックスがなくてもダブルヘッダーやったわけだから、うんうん、はい、やっぱもうダブルヘッダーやった方がいいよね、うん、それは無理なことではないんですか。無理なことではないけども、うん、やっぱかなり負担はあるよね。あ、そっかそっか、うん、だから、まあ、それにならないような日程をね、うん、どん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 早く消化していくというようなね、うん、だからその交流戦でもね4日間空けるけど、はい、ね、交流戦終わったらすぐ次の日には、うん、レギュラーシーズンに入っとかないとさ。確かにあれは4日間空ける、いやだから雨で中止になったりとかいろいろするとさ、予備日取っとかなきゃいけないとかさ、はい、もうそんなことはもう後回しだよ。だから、うん、もう詰め詰めで、詰め詰めで、うん、ね、まあ、そういう風にやった方が俺はいいと思うけどね。そうですよね。ただね、この2勝っていうのはちょっとなしだなっていう。もう2勝だったらやる意味がないもんね。そうですよね、1つ負けたら大手だよもう
なんだそれですよね。なんだそれみたいな感じ。確かに何を見させられてんだろうっていう。なりますね。そうだったらやる意味がない。全く俺はそう思うけどね。そうですよね。よくそんな発想になるなと思う。確かに。そうですね。もうそれだったらやめた方がいいよ、クライマックス。だから結局1位同士が行って、ね、どっちが負ける。そうだったら納得する。うん、3位が行く。これは権利なんだけどさ、はい、行って勝つとさ、なんかちょっと違和感を感じる。何を言ってんだって。そうですよね。それこそお前よく頑張っただよな。いやそうですよ。 DeNA は本当によく頑張ったし、ヘトヘトだったと思うよ、うんうん、なあ。そうですよね。フルに全部フルに戦っていったんだから。確かに日程もね、ほんと少ない中で行ったわけですし、それ考えるとさ、なんでここに来て。だからあれ昔ロッテが多分一緒のアドバンテージもなく、なんか行きました、多分勝って、うん、それでハンデ1になったんだろ、うん、あ、それがきっかけだったんですかね。多分それがきっかけだと思うよ。議論を呼んだんだと思うよ。そう、3位のチームがみたいな。そうか、これがまたなる2つ最後3つになるかもしれない。3つになるかもしれない。1つ負けたら終わりみたいな。え、ファーストステージより悪いじゃないかみたいな。そうそう、そうですよね。確かに何を言ってんのかなと思うよ。そうですよね。もう本当ね、なので、まあ、現行ルールのまま日程をねちょっと詰めたりとか、そっちの方を考えた方が、詰めた方がいいと思うよ。やっぱローテーション考えるとね、詰められるとやっぱ下のチームはきついよ。そうです、ね、うん、だから待ってるね、やっぱ1位の方が有利に運ばなきゃいけないっていうのは、うん、これは心情的には分かるよ。もちろん、はい、なだけどファーストステージで戦わなくていい、うん、本拠地でできる、うん、これだけでもアドバンテージがある、うん、でさらに1勝のプラスがあるのに、はい、これで文句言ってて負けたんだったらもうやめろ。もうね、CS 時代もうやめた方がいい。元の本当にじゃあもうパリーグの覇者、セリーグの覇者同士の昔のでやった方がもうすっきりするよ、うん、そうですよね、うん、その代わり NPB や球団にはもちろんね入ってくるお金っていうのは減りますけれども、う、うん、どういう意味合いで CS を作ったのかっていうことをなんかもう一度考えた方が、まあまあそうだね、うん、いいのかなと思いまして、日程もねやっぱりもうちょっと詰めた方が、まあ、詰めることによって3位のチームとか2位のチームっていうのは苦しくなることは確かだよね、うん、そうですよね、うんうん、なんかね本当にちょっとなんかちょっとなんかこうなんか言ってることがちょっと死に水のなっちゃったのね、あれになっちゃったのかなっていう。まさか高田さんもなんかこんな風になるとは思ってなかったのかなっていう。まあね、まあ言ってるこうなんていうの、気持ちっていうか、精神的な部分は分かるけども、うん、やっぱルールはルールでね、うん、はい、やっぱしっかりこれがまた、まあいいや。ここら辺にしときましょうか。はいはい。